新潟を代表する笹団子。これからお盆の帰省を迎え、多くの人が求める新潟の名産が今ピンチに直面しています。その理由は高齢化に、全国で問題となっているあの生き物が関係しているといいます。笹で包んだ郷土食、新潟の名産笹団子です。こちらの道の駅では地元産の笹を使って作っているといいますが、今この笹が不足しているといいます。その理由は、笹はねちょっと年々取る人が少なくなって、1年間なんとか、まあ、ストックして間に合わせるようにしてるんですけど、なかなかギリギリの状態で、はい、この先のことを思うとちょっと心配ですけど。笹の取り手不足というのです。収穫はどうやっているのでしょうか。私たちはベテランの取り手に同行しました。30年ぐらいもやってんでね。笹は和菓子などでも使われるため、形がよく虫に食われていないことが条件です。手際よく笹を選び、多い人は1日数千枚の笹を取るといいます。だって年寄りだもん、年だもの。全然取る人いねもんでね。さらに、熊。県内で熊被害が相次いだため、山間地で行う笹の収穫を敬遠する人が増えています。収穫した笹を買い取っている村上市の丸大大滝商店です。取れた笹を自社工場で殺菌洗浄し、全国の飲食店などに出荷しています。倉庫にはたくさん積まれていましたが、8万枚しかないです。これで、はい、いるのはやっぱ何百万枚もいるから、今は本当に逼迫しているような状況ですね。こちらに収めていた笹の取り手はかつて1000人以上いましたが、今は200人程度に。年代は70代から80代が中心です。年々少なくなっていますので、上手な人もやっぱり、亡くなられたり病気になったり怪我されたりして、買取価格を上げるなどして笹不足に対応しています。うちの方では真空パックもしたり、レーザーカットもしたり、まあ、笹にいかに付加価値つけて、まあ、ないながらになんとか、はい、やっていきたいなと思うんですけど。夏の帰省シーズンの中、笹団子に欠かせない笹。飲食店や和菓子店などから笹の需要があっても供給が足りない状況が続きます。